半年後は今日からネットニュース使われるところでおはようございますよろしくお願いしますそちらですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします朝早いねありがい <laughs>、はい、たくさんのメディアの方に集まっていただきましたわ、えー、すごっ <laughs>、はい、マジですかありがとうございます、はい、フェンダーすごいなやっぱ ということで、早速なんですが、はいえー、一日店長の就任式、ここで、はい、はい、移らせていただきたいと思います。いますはい、えー、一日店長に就任されます。粗品さんには、エドワード社長から、ピック型の就任証を贈呈させていただきます。では、エドワード社長、はい、<長>よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。 でですねまだこの大きなピックには粗田さんのサインが入っていないので<う>署名をこの場でお願いしたいと思いますここはい,いす、はい、ここに<っ>いきますセントで仕事してかれてありがとうございますありがとうございます,いますこちらこそサインさせていただきましたはい。はいえー ではですねあのちょっともうワンポーズ撮らせていただきたいと思いますので、はい、ここであの副店長もご一緒させていただきたいと副店長はいでは副店長,、はい、副店長よろしくお願いいたしますこちらへどうぞおはようございますおいおいおい <laughs> 店長はいあのちゃんにお越しいただきましたではちょっと先にですね、えー、フォトセッションではい<え>お三方でポーズとっていただきたいと思いますお願いいたします、えー、はいさあではお待たせいたしました、はい、トークセッションへ移らせていただきます、はい、えまずはですね先ほどもあのちょっと意気込みを粗品さんから伺いましたが、うん、改めて 今日はあのたくさんのお客様も,も開店前からお待ちになっていらっしゃる。うん、なんか聞いたところによると、うん、昨日の夜から。え？はい。うんうんうん。昨日の夜から並んでるんですか。暑い中。えー。 すごく楽しみにしてらっしゃる方が。本当ですか。はい。いやいや、ありがとうございます。それは、あのお客さんの期待にね、応えれるように頑張ります。お前、なんな、副店長。はい、副店長なのです。忙しいのに。ありがとうございます。来てもらって。はい、サプライズスペシャルゲストという。あ、そうですか。はい。あの、あのさんには副店長として、粗品さんのサポート業務という形。今日。ありがとうございます。できへんやろ 副店長。頑張って。レジ打ちと。かレジ打ちし、せえへん。副店長。あ、そう。え、でもあのね、お二人仲良くて、いらっしゃって、なんか、なんかね、このコンビで、フェンダーで、お客さんを迎える。って、なんか、結構ない機会だと思うので。いや、そうです。嬉しいですね。あの、ほんまに、めっちゃ仲良くてね、あのとは。あの、もう、親友ですから。な、あのちゃん。そうですよね。な。はい。親友。どんぐらい、どんぐらい親友なんやっけ。あの。 サザエさんで言うところの、僕が、ワカメで。ワカメで。そしなが中島。親友ちゃうがな。お前、兄貴の、兄貴の友達じゃないかい、お前。親友ちゃうがな、お前。ちょっと遠い、遠いかな。遠い。やいや、そんぐらい仲良しにはなってます。え仲いいですよ。あ、そうですよね。 あの昨年のこのフェンダーのフラッグシップ東京オープニングの時にも、はい、粗品さんにはこちらご登壇いただきましたそうなんですよ、はい、でも1年で先ほどのエドワード社長からのお話にもあった通り、うん、本当世界中からたくさんのお客様、うん、ファンの方がこちらお越しいただいていて、うん、1>, 1年たった今粗品さんいかかがですかいやほんまに、うん、いやまず1年よう耐えたなっていう <laughs> こんな場所で家賃えぐいっすよ。 おそらくやのにやっぱすごいまだまだバリバリやってますし。 思い出しますね。やっぱ一年前、そうそうオープンの時に来させてもらって、はいで,ね、で、一、うん、年経ってまたこれでめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、ね、今年は一日店長ということで、<高>あのさんはこちらのフラクシップ東京は初めて。初めて来ました。いかがですか、店内。よめっちゃ綺麗で本当広い。で、ロ見たんでロケのやつとかも、あそうそう、<ー> YouTube <で>。見たことあるなと思いました。えーえー、はい。 こうやって旗艦店ということで本当にまだまだたくさんお客様もね世界中から訪れると思うんですが先ほどのお話にもありましたお二人仲がいいお話だったおとといですか6月25日大阪の方で粗品さんの初の音楽ツアーですよねがいますあのさんもご出演された合図を読んでいただいて対話をさせていただきました。 うん二日前最高やったなあれはい最高でしためっちゃ良かったですよ、うん、あ盛り上がって盛り上がりましたうんあのちゃんが音楽してるとこみんなに見てほしいう、ね、おうめっちゃ良かったですよはいで今日はあの後ろにお二方の後ろにギターをちょっと持っていただいたんですが <laughs>、はい、粗品さんの方のギターはこれはそのライブで使われたギター愛用、はい、のギターです愛用の 使ったやつでです、はい、ライブでもフェンダーのギターって粗品さんどんな思い入れ、うん、そのギターにありまかフ,フェンダーのギターで言うと、はいえー、本当にね、あのー、入り口めっちゃ広いのに普通、うん、にも向けて発信できてる、はい、あだから初心者にもフェンダーおすすめやしくろとにも上級者にもフェンダーおすすめっていうぐらい幅がすごいんで中でも僕はこのちょっとえー 高級なギターを買わしてもらって150万円するんですよこれえぐいでしょうすごいですね。1>, 1年前に買って、はい、いやこれも要はウラで済んだなって1年間良 <laughs> かったですめっちゃいいんですよこれで、ね、それ YouTube にもちょっと載ってたりしますけど、ね、載ってます載ってます、はい、これ買いに来ましたここに、えー、うん最高ですよこれいい音出ますよいい音出ますしであのね結構これ YouTube とかでちょくちょく載せてるとみんな感動してくれてあ,<ー>あの すごいそのこの芝がね見てくださいこうボロボロなるぐらいまで粗品練習してて音楽に熱心やみたいに言われるんですけどこれこ,れこういうギターなんですよもともとエイジング加工みたいなもともとこういうボロボロのギターなんで得してるん,んな感じですこのギターはそうや、ね あのさんはこちらのギターは。はい、こちらもライブの時にお持ち。そうです、あの使い分けのしてるんですけど、これもライブで使いますね。うん、うん、であの今2階の方でもね、展示されている。あのさんのはい、この。そうなんですよ。展示されてる。の展示されてるんです。一人前に。何やねん一丁前。一丁前。に一丁前の方です。まさかあの二言葉の。 間違い指摘される一丁前にでもこれはもうお気に入りで色も可愛くないですか僕このグレーじゃないグレーがかった水色好きでグレーじゃないなそういうドレスあったけど昔白と金白と金か黒と青かみたいなここの色ももともと白かったんですけどえの どうしても黒が良くて、黒に変えてもらって。そうなん。こだわりました。ええ、えーえー、はい。やんいいよ。可愛い,いなされて。あの、あのっぽいな、確かに。うんうん、確かに。で、今、の、お二人が、こう、愛用されているストラトキャスターという、あの、エレクトリックギターなんですが。うん、生誕七十周年を迎えました。ね、歴史のある、はい、ギターなんですが。うん あのいろいろなフェンダーといってもやっぱりいろんな種類のギターあるじゃないですか、はいはい、テレキャスもあればスタングもあれば、うん、ということなのなぜお二人このストラットを選んだきっかけみたいなのってありますか<ー>目でさんだんであの,、うんあの <laughs> 格好一目惚れしたがストラトやったっていうだけなんですけど、でも普通にあのあのなんやろ学生時代とかに購入してたストラトで言うと、やっぱ弾きやすいっすね。圧倒的にめなんかほんまに他のようわからんギター、他他社メーカーのようわからんギターを、よくわかんなくはない。ちゃんとしたメーカーじいや社長喜ぶかな。他社のボウね。 某他社のギターメーカーのようわからんギター弾いてるとあちょっとむずいなって思ってたのにストラトーやったらあれ俺こんなギターうまかったっけみたいななるほど魔法のギターですだからあのさんもすごいうんうんうなずいてらっしゃいますけどいや本当にあの弾きやすすねそれ俺が言うたそれお前のやつねはいほんと一目惚れで俺が言うたそれ一目惚れちゃうやんお前変えてるやん黒に。 あ <laughs> そうそう <laughs> <や>だから僕はあの割と狙ってストラットが欲しくて買いました<あ>はい、はい、あの実家にいる時も家にストラットとかお父さんのいっぱいあって<ー>自分の一個も持ってないかなと思い欲しくて買いました、ね、父ちゃんギターやんねんよ ギターをでる感じね。いいんうん。ちょっとちょっと借りて弾いたりも昔はされてたんですよ。じゃこれしたりしてわ,わけもわからない<ー>わけもわからないこと弾いて今に至ります。<ー>じゃあギターには結構馴染みがあってっていう感じだったんですね。そうですね。うん、でですね今日はあのせっかくお二人のこの愛用のギターを用意していただいたので、うん、ここでお二人に特別セッションをここで、うん。 披露いただきたいと思います。はい。よろしいでしょうか。わかりました。はい。はい、では、ご準備の方、お願いいたします。はい、特別でしょはい。はい。ということで。なかなかお二人こうね、ギター姿を見ることができないので。貴重な機会になるかと思いますが。 さあもしし準備が整えばおお二人のタイミングでお願いいたします半年後は今日かっこいい息ぴったりですね。<laughs>

うんこれからじゃあまた動画などでももしかしたらお二人のセッションが見れるかもしれない。うん,んじゃあ今年はなんかね、うん、フェンダーさんきっかけでやりましょう。おまたセッションやらせてくださいうんうん、はいそうします、はいはい、ぜひお願いしたいと思いますがね本当にあの初めてのセッションでやはりあのお二人行きぴったりだったんですけれどもでもやはりあの先ほどお二人にも弾きやすいって おっっしゃってていいただだ、はいはい、まだままこの、ね、フラッグシップ東京フェンダーの,、うん、あの来たいけどなかなかちょっと知識が高いかなって思われている方とかいらっしゃるかもしれないので、うん、最後になるんですがあのメディアを通じてですねはい、はい、ご覧になっている皆さんに、うん、ぜひあのフェンダーのギターとか、うん、このお店の良さとかをぜひアピールメッセージいただければと思います、はい、そうですね。に、はいあのー、に冒頭ももも言ったんですけども、えー、初心者者上級者ともに 楽しめる施設になってますもうアミューズメント施設ですねあの楽器屋とかって普通のとこ行くの怖いんですよかりますでなんかやっぱ特に何も知らない知識ない状態で行くとうーん店員さんも怖いしとか、はい、ちょっとこうなんか知識入れてからバカにされるんかなとか。 思想を試しに弾く時もなんかう手くないとはずいなとかあるんですけどここそんな空気感全くないんで正直あの楽器屋とは思えへん佇まい広すぎるしで結構あのんやろす空いてるって聞いたんですよ。あのオーープン当初は入場規制でうわーってなってたんですけど今結構まあ平日とかはなんか悠々と。 お買い物できるっていうので店員さんも優しいですから聞きながらめっちゃサポートつきっきりでしてもらえると思うしで上級者の方は上のフロアにすんごいギターいっぱいあるんでえそれ見に行ってください,はいここ最高ですありがとうございます。で粗品さんは今日は一日店長としてそういったお客様にいろいろとアドバイスをしたりとか、はい、やりますよ接客はい まあ一時間だけですけど、一日店長って言いながら午前で終わりますが、はい。はい。でもやります。はい。よろしくお願いしたいと。思うの、お前。そう、あのさんもですよね。あ時間のサポートサポート業務。分かんない。多分分かんない。なんで分からんね。わかりません。はい。あのさんもぜひメッセージをよろしくお願いいたします。この店の良さを言えな。えっと。 マジめっちゃ涼しいですなんやねんそれお前、はい、これから夏でめっちゃモーションになるのであの,のフラット立ち寄ってすずまってほしいなって,あかんてパチンコやちゃうねん <laughs> お<前>パチンコうるさいでしょパチンコやうるさい,るさいここはまあ快適に過ごせると思うのでぜひ皆さんは行ってみてくださいあ行ってみてください <laughs>、はい、ありがとうございます では、えー、ここからは代表質問、私の方からいくつか質問をさせていただきます。はいえー、まずはですね、お二人がギターを始めたきっかけはなんだったでしょうか、うん、ということで、うん、はい、ソシさんから。あ、僕、えっと、はい、そうですね。僕ピアノずっとやってたんですけど、うん、子供の時から。うん。小学六年生までピアノやってて、はい、中学生になった時にちょっともうちょっとこうなんか色めき出ちたいなみたいな。 でギターに興味持ちましたね楽器はやりたかったんですけど中1の時にギターをそれで始めましたねそうなんですね買ってもらってって感じですか友達お小遣いで買ってですね1万円でアンプ込みの超初心者個人商店の楽器屋の初心者セットみたいなあるじゃないですかオリジナルブランドそれを買いましたよ一番最初それってもう持ってらっしゃらないですよねいいややあ 実家にありますね。あ、そうですか。実家にあります。<ー>うん、ただ、でも、ほんまに、いや、一本目大事やなと思いましたね。うん。もう、やっぱ、原稿もめちゃくちゃやし、とにかく弾きにくいんですよ。だから、一本目、ちゃんと、フェンダーでいい、いい、ギターを買った方が、続くし。うん、うまなると思います。なるほど。はい。はい。あのさんは、きっかけは。 先ほどのお父さんのやっぱりギターだったですかそうですねそうですそうですはいおい必要最低限喋らん気やなお前そうですねちゃうね改めて言えお父様があのバンドやってたので迎えしそうなんそうそれでいいね家にギターがあってなんか自然と目に触れるとこにあったんでたまになんかじゃんって弾くぐらいだったんですけどまあ。 中学生ぐらいとか高校生ぐらいからしっかりなんか触ってみったって感じです。父ちゃん喜んでんじゃんじゃ今の活躍。うん喜んでますね。ライブも見に来たりするの。たまに。ええー、な<ー>そういう嬉しいでしょうね、はい、お父様は。うお父さんよろしく。<laughs> うん はいって申し上げましたけど、はい、では2つ目の質問まいります、えー、お互いのギターパフォーマンスを見た感想は、うん、という質問ですえっとね僕結構見ててあのあのちゃんのギター演奏生でもでだから一昨日一緒にライブして、うん、生でまた久しぶりに見たんですけどいややっぱかっこいいですね女性ギタリスト、はい ねえまあ男性ギタリストに比べたら少ないとは思うんですけどかなりなんか俺はピッキングが好きなんですよあのちゃんのグワ、はい、って僕マシンガンピッキングって呼んでるんですけどうらって弾く時弾くんですよ <laughs> 特にサビとかえインアウトロとかこう一番盛り上がるところでんやろな小説の拍数、はい、そんな気にせずドゥルルって。 ぐーってかき鳴らしてるっていうのがめちゃくちゃ絵になるし、めちゃくちゃロックですね。俺それ好きやねん。グーってやるやつ。ツービートとかのとそう、つったってくたつったってくたの時、ブブーってやるんですよ。それがめっちゃいい。なんか音にならない音とかも入ってるんですよ。<あ>そこには。うん、それがすごいパフォーマーとして素晴らしいですね。あ、めちゃくちゃすごいんでこの人。暑いね。はい。<laughs> いやこいつね,いねほんまねあのギターも上手いんですよ <laughs> <や>ほんま何でもできるから、ね、ピッキングが僕はすごいと思か <全然 S 1> 繊細なピッキングというよりはこう強引なあ不骨なピッキングできんねやあのちゃんが、えー、っていうイメージですねはいそういうイメージだそうですあのさんいかがですか嬉しいですはい恥ずかしいです,い,ですいやめっちゃいいよ、うん、嬉しい逆にあのさんはソ品さんのパフォーマンスはどんなイメージで、うん、えー なんだろうね、なんかすごい本当に <laughs> すごいです。もっとお前言え、<laughs> 俺に俺がお前めちゃくちゃめちゃくちゃ言いましたよね僕。いや言うてほしいから言ってんねん正直。あそっか。言えもっと伝えろ俺のいいところ。僕でもそんななんか YouTube 見てなくて <laughs> その、うん、あ,のラ,あのライブで一昨年なライブでしっかり初めてこうギター,、うんギター 弾きながら歌ってる様を見てちょっとどぎも抜かれたというかやっぱり歌フロントマンとして歌は歌も本当に熱いんですけどその中でバッキングしながらリードのギタリストみたいな役割もちゃんとしっかりやってて超うまいシンプルにめちゃくちゃギターが上手で。 なんか羨ましいというか尊敬しますね。ありがとうございます。ほんで。えーと、生まないですか、ね。あとそのエフェクターとかもいろいろ駆使しながら。してへんがな。一 <laughs> <な> <laughs> 個ぐらい使って。全然やん。一 <laughs> 個ぐらい <laughs>。一個しか使ってない。それが渋いねんだよな。で渋くて、のてなのになんか音の色をいっぱい感じるようないい、ね、なんかどうやってんだろうって思う感じのいい、ね。 パフォーマンスが、本当に素晴らしかったです。が、一つ目で。え、もう四つぐらいやったわけ。まずですか。ありがとうございます。上手です。二つ。これ話して、お二人なかなかされないですよね。しないですね。まあ、あの、き、え、昨日。ラジオで、はじ、初めてぐらい、そういうの、うわって言いましたけど。うん、あんま公の場でしないですね。そうですよね。あのラジオも、ちょっと感極まってらっしゃ。 感じがはいお見受けしました。いやありがとうございます。それとあの暑かったですね。あの時はい。さあそれでは続いての質問です。お二人オリジナルのシグネチャーモデルを作るとしたらどのようなものを作りたいですか？うわフェンダーで。はい。これあるんですかあり得るんですかね。ありえますよね。上の方でね。なんかアーティストモデルみたいな。 はい、自分で決めれるんですかデザインとか形とかある程度、えー、まあ理想を言ってみたいなはいそうです、ね、誰ぐらいがやってんのすか今今誰レベルやったらいけんの今嫌な<や>言ってい言方すんのよ<え>あラルクのけんさんラルクのけんさんがい、はい、い一番下ってことそのお前やばすぎ違う違う違うその先方がなどの絵が違法のってことかなんさんレベルにならんとダメ あ、チャーさん。チャーさん。チャーさん。チャー。チャーさん、待って、チャーさんじゃなくて。チャーさん。チャー、チャーハン、行けるか。チャー、チャさん、あ、チャーさん、無理や。ああ、チャーさん、いや、名だたるね、方のは、それはそうなんですけど。どう、あのちゃん。どんな。え、自分のここ二人の。もう。自分の。そうです。ああ、え理想のギターを。あのモデルとして。作れるなら。え。 どここだわりたいまあ、色とかやっぱ色,色はやっぱブルー系が好きなので青にも何種類もあるじゃないですか多分、はい、アンミ,ミカさんに聞いたら多分すごい数あると思うんですけどでもやっぱこれとかも絶妙な色で絶妙やな本当になんかいろんな色調合した青みたいな感じなので、えー、そういうのにしたいですねやっぱ出すなら。うん こだわり持って、うんえー、作りたいあのさんはまず色から色色。僕なんかそうねちょっと形とか、うん、変な変形ギターとかもありかもしれないですね<ー>もし自分のやるんやったら、はい、<ー>もう世界で一つだけっていうね唯一のっていうあ、そうですね、うん、いやでもほんまこれ気に入ってるんで お金色僕それで言うと色金好きなんで、うん、ちょっと金やな、うん、お金でやりたい指板とかもちょっともうちょっと金でもいいかもしれないですでそれはちょっとエイジングの加工されていると先ほどおっしゃってましたけれども、ね、もっとキラキラしてるやつにしたいかもしれないです、うん、やるならもっとキラキラした<ー>うん、うんうん、そうですね、はい、じゃあ,あと 詳しくはあのフェンダーの皆さんとおるんしれいただいていやもっともっとあの頑張ってからですね夢ということで夢ですさあでは続いての質問まいりますねえ一周年記念イベントという内容でこちら来ていただいていますがあのさんそしてソシナさんにとっての記念すべき日はありますかという質問ですはい記念すべき日このフェンダー一周年以外でですかそうですねまあ ここは1周年記念イベントということだったんですが、記念の日ですか。お二人にとってはい。えー、6年。<laughs> なぜそうやな。僕本当に記念日ないな。<laughs> うん、活動開始日とか別に。何にもいつもあの決すん？まあバンド結成日とか、はい、あのメジャーデビューの日とか、<laughs> <laughs> も今も聞かれてもわかんないぐらい覚えてなくて。 でも12月24日は大好きで,すなんでクリスマスクリスマスかいクリスマスがそう、クリスマス僕にとってはあ、特別な特別に大好きな日ですね意外やなギャップあるなはい大好きですツリーとかも大好きであじゃあ飾られたりもして今も飾ってます旧暦で生活してる<あっ> <laughs> はい、旧暦で生活してほ本当に大好きだからいやもう6月や、ね、いや現暦で、ね、やってます現暦でないあーすごいね僕はね、はい、あのー、12月8日ですかね12月8日12月8日えっと相方の子供が生まれた日が12月8日、えー、去年なんですけどいい,日だ、ね、いいんですけど12月8日13年ぐらい前に14年前かな 僕の父ちゃんが死んだ日でもあるんですよ。プラマイゼロの日という記念。<laughs> そこで調子で合わせないで。入 <laughs> 内がプラマイゼロになった日。いね、はいで記念ですね。いやすごいね。それが語らそうたまたますごいよ。よね、俺父ちゃん死んでるんですよ。うん、はい。どうですか？存じ上げています。あ本当ですか？<laughs> どうですか？えどうすか？ 死んでます僕父ちゃんはいでもねその12月8日12月8日です8日ですよね八の日八の日末広がりはいじゃあプレゼントとかもあげたりするんですか相方の子供にですか父ちゃんにですか父ちゃんは死んでるんでねもうあげられへんね父ちゃん死んでるから冷たいご飯とかはねプレゼントしますけどね父ちゃんに冷えた米とか冷えたゆで卵とかねい ビールとかもね、うん、一気飲みさせますけど。はい、相方には相方の誕生日はそうねなんかロケでうんなんか勝ったとかあったけど、はい、個人的にはそういえばまだやってないですね。もうすぐ結婚式なんですよ本で<あ>相方が緊張してます。うん緊張緊張なな,なんでいやなんかちょっと余興みたいなされるんですかじゃあまた何か演奏される予定がわ <laughs> かんないですな何,何しようかなて来てくれへん。 いやいや、行かないで、すすみません。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとう。さあ、では、続いての問題。あれも大事な質問。に回りそう、おもろいこと言わなあかん。ちょ、おもろいこと言わしんどいですって。朝早いだから。朝早いよな。昨日も夜まで、なんか生放送出てたし。声出てないんですよ。僕、だから、ごめんね。四時間半生放送してますから。はい。 ええ、ね、ずっと手ずっぱり。手忙しい。そですよね。俺、はい、俺、俺、四分とかやん全部、あれやん、ないよね。俺、どうした。かんなメインでいってくださいよ。はい,やいや、はい、じゃ、に、数字あるんで、僕ら。はい、あ、どうぞ。はい、あ、すみません。はい、続いてはですね、自身のギター演奏を誰に見てほしいですかという質問です。ええー。 どうすかね、自分のギター演奏を、うん。え、僕別に誰でもいい。で。<laughs> めっちゃあのやん。そんなん言うなよ、お前。え、なんか。誰かのためにやってるわけじゃない。ファンの人とか別に、見に来てくれる人に見てもらえればいい。うん、誰か特別な人いないかも。なんやねん、ゆえ、父ちゃんでええやん。<laughs> 父ちゃん。<laughs> 父ちゃんです。父ちゃんな。はい。うん、あい,あい。ええー。なんですかね。うん、まあ、でも。 ほんまになんやろな、フェンダーの人たちとかですかね。思ってる。思ってる。思いまくり。ああいい曲。フェンダーの人に。もう見てもらったけどさっき。夢叶えましただから。フェンダーの人とか。もっマジなやつは。マジなやつ？うん。うん。 マジなやつか俺も父ちゃんかなぁマジすぎるけど死んでるんですよ、うん、父ちゃんがいいみんな笑っていいか分かんない空気になってるから今日より朝早かったですからね父ちゃん死んだ時もういいって五 <laughs> 時台でした朝びっくりした隣で寝てたんですよ俺、ね、病室のベッドで,で、うん、ほんで父ちゃんがうめき声上げて俺起きたから マジで母ちゃん駆けつけて見とるっていう、うん、まあ父ちゃんもそうやしあ僕はでもあのー、なんやろな僕のお笑いをいっぱい見てる人、うん、僕のお笑いを好きな方に、はいうん、本気で音楽やってるところは見ていただきたいかもしれないです絶対見てほしいです、ねはい、ありがとう、うんはい、そう思います、はいうん ございます。最後の質問です。はい、え本日含めてラジオ、テレビ、イベントと3日間連続でお二人一緒の現場が続いています。そうやでい。いかがですかという質問なんです。3日連続一緒ですね。はい。たまたまではあるけど、そ,うやなそんな続くとね。あのー、だからもう今週まだ相方に会ってないんですよ。1回も。ええ。そうやで。 でえ今日木曜ですか今日木曜日です木曜日、はい、今日も会わんし、えー、そう明日会うねん、うん、だから今週だけで言うとほんま相方 <laughs> 相方あのおうぐらいみたいにな感じ、ね、ああうんそうそんぐらい合ってるな相方より合ってる今。 えー、今週はもうそんな違和感はない感じでもうお二人の現場で違和感ないね <laughs> 違和感ないな年に一回ぐらいあるんですよ去年も春ぐらい一回さ「うんうん、この一週間めっちゃ合うな」みたいなあったんですようん、うん、それもラジオやったかなラジオあって<う>テレビも2個あってみたいなうん、うん、YouTube も一緒やってみたいな一緒やったんですけどそれ以来1年ぶりですこんな連続は、うん、そうですねその前は2年ぐらいあってないもんね ああそうやな。そ年ぐらい一切一回待ってないで。うん。お前が売れてないからな。それな。それそれそれな。はいや。それな。ごめんな。そう。うそいですね。うんうん。あの様いかがですか。いやもうなんかちょっと小旅行みたいな気分でした。あの大阪まで行ったんで。確かにな。ほんでなんかあの始発で大阪からすぐその次の日も生放送だったんで。そうそうそう。始発で 新幹線で僕帰ったんですけどパッと後ろ見たらいていやそうなんすよ席がたまたま一緒っていう本当ですかま縦なんですけどマネージャーが僕は取ってくれたんですけどマネージャーとびっくりしちゃってほにめっちゃびっくりした僕の一個前があのでもうものすごいリクライニング倒されて腹立ったなしんどいねん眠いんだもんだって始発だったんですね 四月ですね。四月、ね、で、そう、四時半までラジオを出させてもらって、うん、その後、四月で帰りましたね。そうや、そう、立て立て一緒やった。った旅行気分で、<laughs> 確かにな、すごかったですよ。